ナヒーラとカズハとニーローの中で二凸の優先度教えてください。悩むな。みんなナヒーラの二凸とカズハの二凸とニーローの二凸だったらどれがいい？ニーローの二凸はいらんな。うん、いや、なくてもニーロー強いから。なくても強いから。うん、草耐性は十分森林読んで下げれてるしね。一凸はちょっとありがたいですけどね。まあありがたいぐらいなんで、ニーローはその中だと一番いらない。うん、強いけどね、ニーローの星座。その三人とも二凸強いんですけど、まあ、その中だったらニーローがいらないかな。ナヒーダとカズハは悩むな。カズハ二凸。元素爆発領域展開してたら熟知200上がります。で、カズハの熟知200上がるし、まあ場に出てるキャラクターの熟知も200上がります。まあだから、実数値で上がってるんで、風物の資金でダメバフ配れる効果も 8% 増えます。で、まあ、でもこの二凸に関、熟知200に関しては、これ活かせるパーティー次第だよな。例えば激化軸。いや、アルハイゼンの熟知200上がるって考えたらさ、やばない？アルハイゼンとかナヒーダとかティナリとかセノの熟知200上がるって考えたらやばくない？アルハイゼン二凸。これ、熟知200上がる効果ですよ。タク公共4枚生成したら。やっぱやべえ気がするな。いや、まあ、これアルハイゼン自分自身を強くするだけの効果ですけど、カズハの二凸は、まあ、場に、もう誰でも、とりあえず熟知200上げれるわけで。やべえと思う。で、あと他にも蒸発妖怪反応の火力上げるときも使えるしね。うん。でも、そもそもカズハっていうキャラクターが、サポート能力バリバリ高々のキャラだから、そいつがさらに熟知200上がる効果を持つのは相当やってますね。カズハの二凸はエグいです。うん。なんか、だからまあ、やべえ。語彙力が落ちてるけど。正直、いかれてます、この二凸効果は。うん。なんで100とかでも正直全然強かったと思う。で、まあ、ラヒーダの二凸なんですけど、ナヒーダの二凸も超強いね。これも、まあ、超開花とか開花、草元素関連の、まあ、ダメージが別で発生する。開花とか超開花、烈開花の反応のダメージが、5回に1回ダメージ2倍になります。そう。なんか開花反応がね、会心出るね。元素反応に会心はないはずなんですけど、なぜかクリティカルが出る。すごいね。知恵の神様っぽいよな。元素反応になぜか会心という仕組みが追加されるっていう。ただ、まあ、期待値は 1.2 倍です。しかも、まあ、5回に1回っていう会心率でオーバーキルの場合が多いですね。まあ、開花が3万じゃなくて6万になったりするんですけど、まあ、それ、ヒルチャールに対してはオーバーキルだったりもするんで、まあ、期待値 1.2 倍だけど、まあまあ、なんか、率ダメが偏っちゃってるんで、まあ、実質 1.2 倍にもならないかな。うん。ね、下の方が正直エグいですね。激化を起こして防御力 30% 下げる。これはエグいです。チーム全体の火力が 1.2 倍弱ぐらい。まあ、17% ぐらいかな。まあ、17% ぐらい上がります。で、発動条件が激化を起こすだけでいいし、8秒間続くんで、防御力下げたいなってなった時に、例えばさ、エウルアの火力出したいとかなるじゃん。いや、エウルアで火力出したいってなるじゃん。で、エウルアは物理キャラなんやけど、物理耐性下げたりもするじゃん。いや、エウルアライデンとかで物理耐性下げるじゃん。で、そこに、まあ、なぜかナヒーダ入れて、ナヒーダ二凸発動させて、激化反応起こすじゃん。で、激化ってまあ、溶けちゃうんだけど、一回でも激化起こったら8秒っていう結構な時間続くんで、もうそれで防御力 30% 下げて火力 1.2 倍弱みたいな、そういうことができちゃう。誰が出してもいい。ライデンの火力もナヒーダの火力も、エウルアの火力も 1.2 倍弱になるっていうのが、えぐいです。まあまあ、どっちもやばいんだよな。二凸するならどっちが先だ？悩むな。めちゃくちゃ悩むな。悩むな。どっちだろう。活かせる編成。まあ、でも、まあ確かに、あやかのパーティーとかだったら、あやか、凍結パーティーはさ、熟知上がってもほぼ意味ないんで、まあ、カズハの二凸は、あやかのパーティー、凍結パーティーとかにカズハの二凸は仕事しないんよね。まあでも、ナヒーダの二凸もまあ仕事しないパーティーでは仕事しないか。いや、マジで、究極の悩みよね。ナヒーダ派？ナヒーダ派の人の気持ちはわかる。カズハ二凸もやべえんだよな。慣れちゃってるけど、最近ちょっと。どっちも行こう。いや、まあ、原神でトップクラスに強い二凸効果の二つを比べてるんで悩むな。まあ、使う編成次第じゃない。ちょ、お茶濁しとくわ。うん。時と場合による。で、あと、なんか、ライデンの二凸もね、まあ、軽く 1.4 倍ぐらいになるんで、やばいとは言われてるけど。まあまあ、やっぱサポート効果が優遇されるべきですからね。まあ、カズハ二凸、ナヒダ二凸。まあ、やっぱやばいとは思うわ。